はい、のどかな田園風景の中、神栖ラーメンですけど、これちょっとね、昭和っぽいこの看板がね、はみ立ってるんですよ。ラーメン新規を行ってみたいと思います。昭和っぽい雰囲気の店内ですね。いや、神栖ラーメンの鹿島のね、ポスター貼ってありました、アントラーズのね。メニューもですね、昭和気質ですね。あ、昭和の匂いプンプンしてます。え、500円台、700円台、900円台、あれ、この時代でどういうわけか、あの4桁の1000円台のメニューないんですよ。まあ単品ものですけど、まあそんな中でランチメニューですね、ランチセットC セット、餃子半ライス800円、これを選びました。これですね、はい、本当に海苔のっかっていうね、昭和っぽいセットメニューです。さあ、ですね、美味しいです、美味しそうです、すいません、はい、お酢にラー油、そして醤油ですね、絞りたて。いいですね。醤油だけ現代風かな。まあそういう言い方すると失礼ですからね。はい。美味しそうですね。揚げたてです。はい。まあスープですね。はい、いいですね。もう昭和の味。そう、子供の頃食べてた。子供の頃やっぱりラーメンを食べに行くってね、というか憧れでしたよね。なんて言ったってあの、ね、カップラーメンばっかり食べてましたからね。まあ、ゆえに憧れてたのと、やっぱり昭和の時代のきちっとしたラーメンスープの取り方っていうのをね、あの当時の、ね、職人さんたちはこなしてます。当然グッドですね。はい、餃子もね、美味しいです。いや、本当揚げたてでね、はい、で駐車場広かったんで、やっぱお客さんこうのどかなところに入ってきちゃうんですよね。いや、実を言うとこのラーメン屋さん入った時に、麺がないからちょっと待ってくれないかって言われて、そのマスターがですね、親さんがですね、麺を家まで取りに行ったっていうね、そういう、ね、お店でちょっと待ったんですよ。まあ、そういうところもまた昭和っぽいというかね、そういう、昭和の雰囲気を持ったラーメンで本当にグッドでした。最後ね、麦茶で締めました。美味しかったですよ。はい、ということで完食です。ご視聴ありがとうございます。